東山動物園に行ってきました。綺麗なあの五月晴れの日でした。中央の池も綺麗でしたから、あの周囲のモノレールもね、いい音立てて走ってました。今回この、あのインドサイに興味あったのを、このオスのインドサイ、セラ君っていうらしいんですけど、結構活発に動いてました。まだ若いせいだと思うんですけども、すごいあの巨体っていうか迫力があるんですよね。特にこの皮膚ですよね。まるっきりあの甲冑のような皮膚なんですけど、やっぱりあの虎とかに襲われてもですね、皮膚の下の組織に刺さらないように、牙や爪が刺さらないようにこのように進化したんですかね。で、刺さっても、簡単に抜けないような感じですよね、これだったらね。で、もたもたしてる間に、角でね、反撃するという形なんでしょうか。結構泥になんか浸かるの好きなみたいで、なんか湿地帯に生息してるらしいんですよ、インドですね。このインドサイ、この後ですね、ちょっと排泄行為をするんですけど、ちょっと見せられないですよね。結構ですね、公園としてもですね、なかなか池があって、それからスワンのボートがあったりなんかして、カップルも多かったですよね。お年寄りのカップルも多かったです。で、これスカイタワーなんですけど、ちょっと時間なくて登れなかったんですけども、これはアフリカのクロサイなんですけども、ちょっと大きい感じですよね。体長も長いのかな。で、体高もちょっと大きい感じですよね。で、まあ、皮膚は全然違うんですよ。こちらは垂れ下がってないんですよね。まあ、アフリカの場合は、ライオンとかが、の猛獣は、大きい、数頭で、もしくは十数頭で襲ってくるので、やっぱりこういうふうにもう最初から刺さないような皮膚になってるんでしょうね。足もちょっと違いますよね、なんとなく。場所とか、睡蓮なんかも綺麗だったですよ。これはメスの、さっきのセラの母親のニルギリという、インドサイみたいです。メスです。母親ですからね。それで、
このインドサイはあんまり動かないんですよね。動くんですけど、こういうふうにちょっと動きは鈍くって。草食べてますけど。で、このインドサイ見て思ったのはですね、豚に顔が似てるんですよ。角は別としてですね。それで、この耳なんですけど、子供の頃に養豚場で見た豚の耳にそっくりなんですよ。この耳、もちろん皮膚は全然違いますけどね。うちなんかは馬とかロバと似てますよね。やっぱり草食動物ってことで、目も象に似てますよね。象とかキリンに似てますね、この目。岩と同じですよね。何トンも。これだと2トンぐらいあるんですかね。すごい重そうですよ。なんか人をあんまり恐れないっていうか、結構近く寄ってくるんですよ。近く寄ってくるって言ってももちろん間には溝があるんですけど、こんな感じで顔出していくんですよね。多分外の世界のみんなと話したいんでしょうね。外の世界に出たいと思ってるのかなと思いましたけどね。この後このプールでお昼寝されました。なんか気持ちよさそうだったです。